どうもメンズ赤星です。どうもサクサクミルクの赤崎です。ギフミカジです。はい、よろしくお願いします。さあ今回は新潟発祥なおじお茶の水店でございます。お茶の水にもねあるんですよ、実は。新潟発祥なのに、新潟発祥なのにあるんですね。こちら、ひじれ橋口からですね、はいはい、なんと徒歩10秒でもうすぐ着くよ。あ、渾身屋の隣。あ、そう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 、渾身屋。渾身屋はね、よく、まあ、まあ、渾身屋行きましたよ。よく行ったよね、ここね、はい、で、その間にある、じゃあカレー屋ジュニーとの間にあるお店でして、あの基本は新潟県燕三条市名物のあの背脂醤油というのを出してるんだけど、めちゃめちゃうまい。これね、はいはいはい、これ自体も美味しいんだけど、あの梅雨なしっていうのを選択すると、その途端にインスパイア系になるんですね。そうなの。梅雨なしだけ。ここのお店ね。そう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 、まあ、養成所が近かったからね、うちらね。あ、まあまあそうだね、 NSC 近いから。うん、で今回はもちろん梅雨なしのこのチャーシューも大盛りにしまして、うん、1回で食べますと立ち食いなので、ライスか味玉が無料になるんですよ。あー、なるほど。おー、立ち食いの代わりに。お、なってるんですか。今回は2階です。座りたかったどうしても、どうしても座りたかった。うん、というわけでね、油マシマシの辛めで、セルフニンニクはトリプルで入ってますね。あ、セルフで。豚バラ肉がまるでバラの花のようにね。いや、すごいねこれね。まさに豚バラということで、ね、バラ、バラの花が咲いちゃう似てたけどねねえ、まあ、画像を似てるやつ持ってきただけでしょ。そうかな。いや、というわけでね、まずはそのバラのような豚から食べていきます。豚からね、はい。何枚でもいけてしまう痩せ豚です。痩せ豚、痩せ豚です。まあ、細くちゃってたくさん食べられると。なんて今薄く切ってあってね。薄くね、薄く、細く切って、細く切って、僕はね、細く切ってってました。はい、まあ、どちらかというと大衆食堂で味わったあの肉野菜の炒めの懐かしさがちょっとあるかもしれない。あの、そう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 、その経験があったんですね、大衆食堂でよく食ってた。よくあったね。うん、で、油豚もこちらも食っていきますが、はい、油自体はね、粒の細かいモワット油なんで、非常にまあ美味しいですね。食欲をかきたてる油でございます、はい、ということで、あ、角度を変えて麺を引き出していくぜ、ね、こだわりのブレンド小麦で作られたコシのある、もうこれ超もちもちだったんです、この麺が。また絶対うまいな、茹で加減がうまいなっていう感じでしたわ。なるほど。まあ、麺量はね、一般的なラーメンの大盛りくらいでございます。はい。というわけで、こちらのギャバンブラックペッパーシルバーテーブル缶です。シルバーレアですよ。なぜなら業務用らしいんで。これね、ガストのスープバーによく置いてある。珍しいの、それ。珍しいんですか。珍しい、珍しい。ガストにあるんでしょ。ガストにあるんですか。ガストしか見たことない。あの、よう見るよ、じゃあ見たことないもんね。返しがね、ややマイルドなんで、濃い味付きで胡椒必須ということで、はい、ございますよ、ね。ちなみに本店にはですね、直次郎という完全なる二郎系メニューがあるらしいです。はあはあはあ、新潟限定ってことなんだからね。直次郎、直次郎。なるほど。そうそうそう。あ、もう一回胡椒が出てきましたが、うん、今回はちょっとね、これ多めに振っていきまして、はい、なんでもう一回かけたのか、はい、尋常じゃないね、この胡椒の量ね。理由は、なんとラー油もあるということで、はあはあ、ここでね、ちょっとこう、もうがっつりとしたハイパーうまそうめんを作っていきたいです。いやいや、うまそうめん、うまそうめんだから。あー、ハイパーうまい、やっぱりうまい麺ね。ハイパーうまそうめんだから、うまいということでございますが、ちなみにね、あの背脂を投入してますけども、はい、これあの元々は北国でね、スープが冷めにくくするためにこう工夫したのが発祥と言われてるらしいんですよ。ここに来て急に背脂の、背脂情報をなぜ入れたかというとですね、そんな入れすぎた背脂の分解してくれるこのお酢があるんでね、はい、入れすぎたなと思ったらこうお酢を入れてさっぱりと食べてるのいいんじゃないでしょうか。なるほど。というご提案で、で、ちょっとね、お酢っぽくなっちゃうよと、スープがね。そんな時はね、うん、あの、なおじお茶の水水ということで、ね、お茶の水水お水もあるんです。お茶の水水じゃない、お茶の水じゃない、お茶の水水です、これはね、うん、なんと江戸川や荒川などの浄水でカチンコチンに冷やしたキンキン水でございますね。氷でね、非常にいいお水でございましたよ。あー、もう会員だ。あー、会員ではないか、完食だ。またね、また太ったよ、かぼちゃは。あ、太りましたか。うん、よし、というとね、というとこ見ていきますと、わーっとなってますが、86.6 という平均値でもある。増しました、要素が。ということで、まあ、ここ非常にね、細長いお店なんで、確かに入るときにちょっと苦戦しますけども、うん、僕みたいなおでんの人は、うん、いやでも、お茶の水といえば前は立川マシマシ5号店があったんだけど、はいはい、ラーメン二郎神保町が移転して、うん、そこに立川マシマシが行っちゃったから、うん、お茶の水駅前という括りだと
ここしかないんですよ。なるほど。あ、二郎系が、二郎系が、まあ、神保町まで歩けば神保町二郎あるけど、いやでもここ行くしかないですね。え、ほんまかいな、ほんまかいな、どこの人なんだって行くしかないですよ、行くしかないです、はい、とか言いつつ移転した神保町二郎にまだ行ってないという悲劇。じゃあそこも行こう、そこも行こう、 NC 行く、そこ行って NC 前だよ、NC 前、 NC 前だ、行くか、行こう。あ、その横のあの二郎っていうレストラン、キッチン二郎、キッチン二郎ね、ややこしいことになってんのが界隈すごいね。というわけで今回は新潟発祥直司ごっつぁん太郎、はい、再来